フランチェスカです。タツさんです。さあ今回はですね、私も前から気になってたアイテムを紹介したいと思います。何ですか？実はですね、イタスさんが見つけた。違う、私が見つけとった。目つけとった。見つけた。目つけとった。見つけた。多分、うん、この動画を見てくれてる人で、いつも見てくれてる人はね、私と同じことを思ってると思うんですけど、イタチさんって、ピアスの拡張似合うと思いませんか？思いません。イタチさんがね、耳たぶのね、ロブの一番下のところ拡張してるっぽい顔してませんか？ぽいか？何？ちょっとヤンキーっぽいって感じ。え、絶対似合うよね、拡張しとったら。可愛いよね。って、思う顔してませんか？舐められたらあかんけどな。ヤンキーとかじゃないけど、後輩ちゃんも言った。拡張しとる似合いそうって。でね、拡張前からおすすめしよったんですよ。一箇所ぐらいしてみーって、うん。私と同じ考えなんですけど、ファッションピアスをつけたくても、拡張しとったらすぐにつけれないじゃないですか。そう。これ一番下につけたい可愛いっていうやつとかがつけれなくなるんですよね。そうそう。ファッションピアスとかもたまにはつけたいって思ってたらね、すぐに拡張できないんですけども、今回ですね、その、拡張してみたい、拡張したピアスとかプラグつけたいって思ってるけど、思い切ってこう踏み出せないっていう人にぴったりの、フェイクプラグっていうアイテムを。フェイクっていうところからあれですね。騙しなんですね。言い方悪すぎる。じゃじゃーん、こちらでーす。リティンボー、ビレッジヴァンガードで。990円って書いてますね。あ、税抜きね。これね、前私が見つけて、これ可愛いって思ったけど、私が行ったビレバンで売り切れてたんですよね。伊達さんがまた別店舗で見つけてくれて、買ってきてくれたというものでございます。ありがとうございます。こんな素晴らしいアイテムは。ありがとうございます。しかも、2つ買ってきてくれたってことは、1個ずつですよね。違う。伊達さんの右耳と左耳。耳で同じプラグつけるの、はい、ファッションピアスじゃないんだから。こんなにつけるの？ありがとう。どこつけるの？一個あげるよ。ありがたく今日はこれをつけていきたいと思います。実はですね、このフェイクプラグ結構前からあるんですよ、うん、シリーズとしては。小学校の時によく通ってたボディピアスのお店で、おかしい、小学校の時にピアス屋さん普通通いません？売ってたでしょ、すでに。ヤンキーや。すでに。ヤンキーや。その、店の人と仲良かっただけで、まだ小学校の時はピアスついてなかったんやけど、うんうん、よくね、通ってお話ししてた時に、すでにもうこういうものを売ってたんですよ。だからもう、かなりシリーズとしては長いと思うんですよ。まあ、どういうものかというと、さっきも言った通り、拡張したらね、ピアスの穴を大きく広げたら、そこにね、プラグっていう、まあ、ちょっと太めのものをね、入れるんですけど、ピアス、ボディピアスを。それに見立てて、パッと見拡張してるかもって思わせるけど、実は16ゲージのもので、なんかね、横から見たらね、ダンベルみたいな形をしてます。で、これを耳たぶにつけると、両方後ろから見ても前から見ても、なんかプラグつけてるっぽいっていう風に見えるアイテムでございます。じゃあ早速、つけていきたいと思います。タッチさんがピアスを外しています。もうそのピアスは安定したのでしょうか？くっそ！匂った。これどうにかならん？ピー！気づかれた。シュッシュが手の傷に染みたらしい、アルコールあるあるですね。つきました？つきました。かわいい。見して見して。ちょっとじっと待って。じっと待って。くにゃくにゃしすぎ。え、めっちゃ可愛いな。やっぱり私が思った通り、拡張似合うな。それ似合いますよ。うん、拡張する。イタスさんの思った通り、拡張する。いや、もうこれでいいです。それ横のポジティブビーズリングと当たらんのか？キャプティブビーズリングな。あ、それ。このフェイクプラグ、普通に両側を持って回したら片方がネジ式で外れていく仕組みになってます、うん。前からが入れやすいから前から入れていきます。おっと、ポジティブビーズリングと当たってます。キャプティブ。チェスカさん、今日はハムみたいなマスクしてます。ベーコンみたいな、ハムみたいなマスク。この紐のところが冷やし中華に入ったハムっぽいですね。おお、かわいいな。おお、いいです。でもめっちゃでかいですね。でかく見えるな。しかもなんか、なんていうの、歯みたいなのも生えてほしい、上の方に。アンテナに歯みたいなのも生えてほしい。これ？これかわいいだろ？いかついな。もうポムさんが後ろから、それいかつないかって顔で見てる。
一番右のポムさんがそれいかつないかって。可愛いですね。拡張しちゃいますか。拡張ね、したいなって思ったけど、やっぱりファッションピアスをつけるという習慣をしてたくないんですよ。でねでねでね、このフェイクプラグね、こういう形してるんですけど、実はね、ゴムがついてるんですよ。うん、オーリングみたいなゴムが、うん、え、取れる？取れます。そしたらなんかただの石って感じ。そうやな。これも可愛いんやけど、うん、このゴムがついてた方がなんかよりプラグ感が出るから。確かに確かに。このデザインすごい好きなんですよ。え、寝とる間にゴムなくなったらどうしよう。あるある。あるんかよ。あるよ。だって私ね、実は持ってるんですよ、フェイクプラグ。ほう。実は持ってるんですけど、うん、これほー、あ、ゴムない。そうなんですよ。ゴム以外は無事やし、全然普通に使えるんやけど、このゴムの部分だけね、あの、うざいなと思って取っちゃって。あ、自分で取ったやつ？で、1個なくして、うん、で、片方の意見も両方取っちゃえと思って取ったはいいんやけど、うん、1個残しとったらよかったな。なんで1個はなくしたん？落としたんですよ、多分。いつの間にかなくなっとったんや、つけとったら。そんなことある？あれだってボディピアスやから、いちいちつけ外しせんやん。うん、後ろ側とか見んやん、うん、で次外した時にあないって感じだったんですよ。ということでよくなくしやすいのでイタチさんも気をつけてください。わかりました。気づいたらないとかよくあります。わかりました。はい、ということで今回は拡張したいけどしてほしいけどしてくれんから、もうフェイクプラグをつけさせてその可愛さを体感するという感じでございました。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。めっちゃお揃い増えたやん。こと、インダス。確かに。と、あと、トラガスも一緒や。趣味が似てるんですね。そうかもしれんな。うん。あと、ナイタチさんがな、うん、左側のロブな、一個増やしたらな、私と全く一緒になるんですか。え、ロブじゃないわ。ロブ。ヘリックス。もうヘリックス。アンテナとヘリックスの間に一個開けたら、私と全く一緒になるんしてた。いや、だいぶここ攻め合ってるんで、それはないです、ね。そんな攻め合ってないよ。シャシャンって感じでこう。見てよ、私、ほらほら見て。この隣接したヘリックスたちを。あ、密集しすぎですね。こんな感じになるよ。まあ、ダメダメ、ソーシャルディスタンスやから。そんなとこソーシャルディスタンスいる？うん。どうです？いや、インナーコンク開いてないんでいいです。インナーコンクはこっち。左耳はあと一個で私とイタチさんが一緒になる。どうです？まあ、泳いね。泳い？早くしてくれんかったら私が増えるかもよ。泳いね。ほんならまあ、追いつけばいいだけの話です。やん、です、です。そうな、ね、アンチトラガス狙っとんやけど、アンチトラガス開けてくれるの？アンチトラガスのアンチやわ。アンチトラガスもでかくて開けやすそうやな。アンチトラガスない。あるよ。ない。3万人に1人の。アンチトラガスが夜しか出てこん。夜やけん出てきそうな。今はな、明日の朝になったらこう引っ込んでいくから。じゃあ夜のうち開けとかないかな。ダメダメ、安定せんうちに消えちゃうから。そんなことないだろ。うん、かわいいな、耳でしょ。うん、耳かわいい。顔は耳かわいい。顔は顔。ピアスかわいいな。顔は顔かわいいよ。整っとる。